皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは制約の呪縛から解放される本当の制約率の考え方というテーマでお話をしてみようと思います、えー、このですね制約のお話をするきっかけになったのは、えー、とある、えー、方からですね、えー、事業相談を 受けてスポット相談だったんですけれどもね、その方からご相談を受けた内容がきっかけでお話をしてみようと思ったお話です。で、どんなお話だったかっていうと、えー、とその方があの、まあ、とある、えー、商品を売ってるわけですね、まあ、口座の方の販売です。で、口座を販売する場合、まあ、私もそうですし、 あの大抵の方は、ね、そうだと思うんですけれどもいわゆるこうフロントと呼ばれるあの、まあ、説明会であったりとか、まあ、何かもうちょっと違うライトな感じで動画を見てもらうとかもあるかもしれないんですけれどもそちらがあった上でで、えー、その説明を聞いた後、まあ本当にバックエンドと呼ばれる、えー、本当に買ってほしい商品とかを案内するでその手前に、えー、個別面談とか相談とか。 お話聞いてくださいねの一、まあ、人でねお話をするグループから一人に変わったことによってその後の商品が売れるってう、まあ、こういう設計をされるケースとかが多いと思うんですねでこの時に、まあ、その方があのお問い合わせでねいただいたのが、えっと、個別面談に来る人数が少ないので本当は 6, 6人とか見込んでたらしいんですよその会の中で。 6人欲しかったんだけれども1人しか来なかったから今日、そのお話をする最終日であと5人欲しいというお話だったのでその5人をどうやったら個別面談に来てもらえるかっていうことがテーマでお話をしたので,でお話を伺っている中で、えー、と私が基本的に考える制約率とあと個別面談に来ていただくということの意味 ですね、これと、まあ、その方が考える考え方が違っていて、まあ、最終的にはあすごく心が楽になりましたっていうふうに言われたんですけれども、うん、そのように誤解されている方が結構多いなっていうふうにいろんな方と喋っていてお話をしていて思うのでそれをテーマに今日お話をしていきたいと思いますでは本題に入りますね、えー、とまず「制約率」っていうお話なんですけれども あの成約率は高いに越したことはないですよ。例えば、三人来て、三人決まるんだったとしたら、めちゃくちゃ効率が良くて楽ですよね。で、これが百人来て、三人しか決まらないとかっていうと、めちゃくちゃ効率悪いですよね。九十七人決まらないわけですから。成約率が百パーセントなのか、成約率が三パーセントなのかって、この違いは、そのまんまビジネスの収益。 とかあとまあ売上とか全部に関わってくるめちゃくちゃ大事な最後の肝になるところになりますなので制約率にここだだわるってていううとととはとても大事だと思うんですよねでその制約率はあの今のお話のように低いよりは高い方がいいっていうのは誰も彼も分かっていることなんですよだけれども高い制約率を 作るためにあとは喜んでお客様が商品を買うないしは喜んでじゃあその手前の個別面談に来るために必要な準備を集客の段階からしてますかっていうことがまずこの最終的ななな成果を出していくく上ででめちゃくちゃゃ大きなポイントになるんですよ制約率は集客の段階からもうほぼ決まっちゃってるんですよね。 じゃあその方の場合何が問題だったかっていうと、えー、その6人が、まあ、いる6人欲しいっていうところの1人しか来なかったっていうところでじゃあ後との5人が個別面談とかその自分への、ね、問い合わせを増やすためにどうしたらいいのかっていうのが私の質問私への質問だったんですけどそもそも論を言うとですね 集客が、えー、その方にとって制約率が高くなるような集客ではなかったんですよそのケースで言うと、えー、例えば私の場合には、えー、自社集客ですね自分が集客をして自分で制約をするつまりイベントそのものも自分で組むことができるような内容の時って当たり前ですけれども自分が思う 自分がお客様にしたい人の像を明確にイメージしてその人たちに刺さるように告知文を書きその人たちが喜んで来てかつ内容を聞いたら喉から手が出るほど欲しくなるように講座を作っておくでさらにそれを聞いてその後ろの内容をもっと聞きたいもっと知りたいっていうふうに体験会を作るっていうことは一連の動作が一貫してるので。 とても簡単なんですよとても簡単なんです最後の制約を100にしたかったらその手前のじゃあ個別面談が得意っていう方は個別に来てもらわなきゃいけないで個別に来てもらうための説明会を作らなくてはいけないその説明会に後ろに来てくれる人のかになるような確率が高い人をそもそも集めなくてはいけないということはそれを集めるための えー、文章、魅力的な文章を書かなくてはいけない。その魅力的な文章っていうのは自分が圧倒的に呼びたい人の大好きな人を想像して文章を書かないといけないんですよ。で、これすごく後ろから全部一貫してるのわかりますかわかりますよね。これが自社集客、要は自分で集客する上ではとても簡単なんですよ。とても簡単なんです。あの、 そのとても簡単って言ってるのがすべて百発百中でできているっていう意味じゃないです。後ろから前に向かって一貫した内容で、えー、集客の動線が組まれていると成約率が百に近くなるっていうのはすごく難しいことではないっていう意味です。簡単っていう意味は。だから極端な話、百人で一人っていう集め方をするのと一人で一人 制約するっていう集め方は成果は一人しか契約してないんでどちらも一緒なんですよでも100人の集客ってめちゃくちゃ大変ですよね一人の集客だったらそんな大変じゃないかもしれないその考え方なんですよだから自分が制約を3人欲しかったら3人確実に決まりそうな3人がいれば一番簡単なんですよねまずこの原理です そうするとその方の場合何が問題だったかっていうと手前をずっと聞いていくと、えー、その方が集めたお客様じゃないんですよ。なんか共同開催みたいな形で相手の方の会社の方に通った事業をやっているようなところの、えー、方が共同開催で集めてくださったお客様に対して自分の商品を お知らせしてしかもできれば高額商品20万円とか30万円の商品を売るっていうそういうケースだったんですこの形だとですね相手の方があなたの授業というかねまあ、その方の授業をどれぐらい知っていてどれぐらい熱い思いで 集客のレターを書いてるかっていうことが成約率にそのまま響いてくるんですよ成約率の手前の個別面台の申し込み個別総代の申し込みにもめちゃくちゃ響いてきちゃうんですよだからあのー、自分が自分のお客様のために書くレター告知で集客する後だと成約率は高いのはすごく楽なんですよねそうなっていくから だけど人が集めたお客様に対して働きかけをしてそして自分の商品しかも高額な商品を買ってもらうっていうのは割と難易度が高いんですよ。だからその難易度が高いっていうことを理解しているとするとさっきの方で言うと6人いて1人がまず問い合わせは来てるけど今保留中なお返事待ちになっていてあと5人はそのまんま 個別で取りたいっていう気持ちはわかるんですけれどもうーんと他の方が集客している場合に超あなたのファンでなかった場合にはそもそもが制約しないタイプの人ないしは制約が今すぐ欲しいタイプじゃなくってめちゃくちゃ遠い先に欲しいかもねという薄い人が来てるケースがあったら、えー、個別面談に申し込まないし ましてやその後ろの高い口座っていうのは買わないんですよね。ということは買わない人が集まってるということが分かっているのであれば戦略を切り替えなくてはいけないんですよ制約率を目指して、えー、体験会とかをね説明会を開くと来ないっていうことで焦ったり残念な気持ちになるでそれはなぜかっていうと制約することを前提で組んじゃってるからです。 でも私から言わせるとその設計になってる場合には決まるのの難易度が高いですよだから6人集まって6人が個別面談来るっていうのはほぼ無理だと私は思ってるんです他人が集めたお客様だから温度感がわからないからですで高,高度なテクニックというか高難易度のことができるようになる開催の仕方で言うと 興味が薄そうな人でもめちゃくちゃ興味を持ってもらえるように2時間の構成を組むことはできますできるんだけれどもあのものすごく難易度高いんですよと集める時にある程度思考性とか考え方とか目指す方向とかが一緒の人を最初から集めてると集団で問いかけるのもとても楽なんですねだけれども他人が集める時ってだいたいバラバラなんですよ でそのバラバラの共通認識を掘り起こすかまたは一人一人が目的としてどういうことが達成できたら嬉しくってそれを自分の口座ではどういうふうに再現できるかということを一人一人ピンポイントで言っていかないといけないんですよ。ということはその要望を聞いとかなくちゃいけないということなのでこれができた上でその口座の金額とかも 個別面談で初めて言いますよでももちろん構わないんですけれども検討する人がその中ににいいるるっっていうののでであればやっぱ金額は先に見せるべきなんですよねでその方は個別で初めて金額を見せようと思ってたみたいですけどもいやあの心理をちょっと考えてみてほしいんですけれどもいくらになるか分かんないような商品かもしれない商品を案内されるために個別面談って怖くて申し込めなくないですか だってそれが3万円なのか100万円なのか分かんない状態でどうしようって断るの嫌なんですよ、基本的には人って。だったらどういう回避策を取るかっていうと断るっていう面倒くささよりも要は話を聞いちゃった後に断る面倒くささよりもそもそも話を聞かないで断る方が楽だよねっていうことで個別面談申し込まないんですよね。 だから個別面談に申し込んでほしかったら後ろにある説明しようとしている内容をその個別面談を申し込められる前に開示する必要があると私は思ってますあのやり方とか組み立て方はいろいろ人それぞれであの内緒にしておいて個別面談で初めて言ってうんと圧迫をかけるように逃がさないようにしてまとめ上げていくっていうやり方がある。 のも知ってます私はそれは採用しないし好きじゃないですけどね私のやり方としては。あの納得して近くに寄ってきてほしいので例えば3個商品があったら3個のそれぞれの特徴とあとその3個のうちどの商品ならあなたに向いているかということを伝えた上で。 もともと聞いていたどうなりたいかっていう要望をその商品ではどう叶えられるかまで伝えて、でその内容を個別に今の現状がどういう状態で、未来がこうなれる、そしてその教材はどう使ったらいいのかを教えますねっていうガイダンス、無料ですっていう、そういう面談はやります。あと迷っていることとか、聞きたいことがあったら聞いたら何でも答えますよっていうスタンス。で、そこには断る権利も持ってるんですよ、そちらの方は。 お客様はだから話を聞いて合わないなと思ったら断ってもらって全然構いませんよと先に言っておけば、えー、楽に話聞けるじゃないですかだからあのそもそも寄ってきてほしい人にちゃんと寄ってきてもらえるようにこちらがある程度内容を開示する必要があってでその内容も分からないと申し込めないんですよ個別面談って怖いから。 何を売りつけられるるかとと思っててゾッとしてるんですそういうあの申し込む側の心理も理解してほしいです <laughs>、うん、そのねやる方の方はで私は要は金額が分かってる状態で話を聞きたいっていう人だけ個別面談したいので,、うん、でそもそもその金額見たらもうポチッと申し込みたくなるぐらいの内容にしておきたいんですよそもそもだから個別面談がゴールではなくてもう個別面談の前で勝負決まっちゃってるんですよ どういういうにやるかってその一番最初に決まっちゃってるのは誰を集めてるのかっていうのが一番大きくって特に制約率はだからあの個別面談に来る人数が少ないから増やしたいですっていう私への相談って本当はずれてるんですよ本当はずれてますだってその前に勝負が決まっちゃってるからです他人の土俵で勝負するから難しいんですよ制約率上げるのはなので高度な技がいるということです他人の土俵でね やった時にはだけれども少しでもじゃああげるんだったら制約率を考えるのであれば買いそうな人をを中心に話をした方がいいですよねでそれはどういう目論見みで来ていてどういうふうな未来になりたいかでその教材が合ってるかどうかなんですよその方に。で私の場合はあの自分の商品を必ずしも勧めないんです。 その方の状況に合わせて聞いたときにこういう未来がいいですねっていう未来は見せてあげることができますでその際に私の商品じゃない方がいい場合には私はこういう商品しか用意してないけれども違う方でこういう口座とか持ってる人がいるからそちらがいいかもしれないあなたの場合にはと言って私の商品じゃない商品を勧めることもあります そ,その方にとってそちらの方がどうやら未来をさそうって思ったらですねだから必ず自分の商品を決めるために個別面談があるのではなくその方にとって一番いい状態をアドバイスするために個別面談があって。でそのの一つの うん選択肢として自分の商品を入れることができれば選択肢として入れますし、うん、全然合わないなって思うんだったらそもそも私の商品には私紹介しないんですよだって不幸な人を産むだけじゃないですかそれが買う人も不幸だし教える私も不幸なんですよ <laughs> だって不幸な顔をしてる人に教えるってめちゃくちゃ残念じゃないですかこんな講座申し込まなきゃよかったあ大変っていう人を お話しするのって大変じゃないですかだから喜んでやってくれる人に商品って渡ればいいと思っているので選ぶ選択肢は相手にありますだけれどもその選択肢を判断する材料はこちらが提供する必要がありますなので組み立てとしては本当に寄ってきてほしいんだったら先に後ろにある商品を見せる必要があります そそしてその詳細を知りたいないしは自分カスタマイズをするとどうできるかを知りたいっていう時に個別面談っていうのがある感じだから私の場合にはその個別面談っていうのがほぼ確定しているちょっと確認したいことがあったら個別面談ですよねっていうのが私の個別面談の考え方なんであの何人にしたいからっていう目標はないんですよ。 むしろ例えばじゃあ6人いたとしても私がその人をやりたいかどうかも自分も喋りながら見ているのでやりたくないなって思う人がいたらその方に断ってもらうような話をしますどちらかっていうとあの。相手の人が断る方が相手って傷つかないじゃないですか。 だから、私がそういうふうに自分で仕向けてるから、相手に断られたっていう、言われたって、そういうふうにしているから。傷つきも何もしないし、あの予定通りっていう終わり方になるっていうことなんですよね。だから、えっと、契約をする側と、まあ、教える側っていうか。ね、講座を提供する側って、立場がフィフティーフィフテなんですよ。どちらが上で偉いとかもないし、選んでもらうのは。 受講者さんですだけれどもこちらも教えたいいい人を選んでいいですよねだからなんですよねそう考えた時には何人入れたいっていうのは本当はおかしくって6人という人数が仮にあったとしたらその6人が自分にとって果たして会う人なのかそしてその人は自分にとってすごい嬉しい人なのかそしてその人にとって本当に私が いい人なのかを判断する場が説明会なんですよね。で個別面談でより詳細に判断していくっていう形になるので、売り込むためにあるのが説明会ではないですね。私の場合には、これ多分普通の方とちょっと違う視点かな、うん、と思うんですけどね。だからあの必ずね決めなきゃいけないみたいな感じに思ってると、まあよくあるパターンなんですけど。 制約率が異常に高い人っているんですよ誰でも決めることができちゃう人でもその代わりそれをやってしまうと自分が好まない人でも無理やり入れちゃうと結局、ね、クレームになるんですよだから私の場合にはうちのクライアントさんにもよく言ってるんですけれどもあのトラブルに、えー、な,なりそうなタイプの人っていうのは文章でももう出ってるんですよね だからそういう方は慎重に扱うかうまく断ってもらう方向に誘導するかとかっていうのがあって今までクライアントさんにこの方どう,どうでしょうかねって言ってあのメールの文章だけ見せてもらった時にうん私だったらこの方はあのい入れない入会させないなっていうのがやっぱ文章の使い方ってその方の人間性がめちゃくちゃ出るんですよね。 でそ,れそれで、まあ、回避してるんで、まあ、それでも失敗するんですよ私も何人か過去に大きな失敗3人ぐらいしてますけれども、うん、だけれども、まあ、人がね途中で変わるっていうケースとかもあるので面談の時にはすごいいい人でいることもできちゃうタイプの方もいるんで、まあ、慎重に選ぶようにはしてるんですけれども、まあ、それでもそういう方いらっしゃるんですよね。だからあの皆さんにおいては その人数何人やんなくっちゃっていうよりも <laughs> 制約率にこだわってほしいのは自分と会うのかその人が本当に幸せになれるのか自分の講座でここ一点で何人個別をやったらいいのかっていうのを決めるのであの目標を持ったり決意を持つのはいいんですけれどもその数を合わせるために どういうふうなやり方と言い方がいいかってことを考えるのはナンセンスだと思っているので自分で集めているんなら100%に近い数字は出せます自分で集めてるから。他人の時には、ね、難しいんですよもうあの喋り始めた時にあ「この人決まるな決まんないな決まるな」って思った予測値が当たるっていうことはあるんですけどね。 うん、6人中6人がうまくいくっていうのは他人が集めてっていうのはかなり難しいですねはいそれは今までいろんなところで経験してきて人が集めたお客様って割とアウェーなんですよやっぱりうん自分が普段集めるタイプの人じゃない人が集まるから普段自分が集める人っていうのは自分の発信をしょっちゅう見てる方なんですよね大体いい LINE とかメルマガとか ととかいんこで私発信してますけどで考え方が分かって高橋孝子という人間はこういう人だって分かって申し込んできてるので制約率当たり前でですすけど高いんですよ、うん、だから人の集客で集めたお客様の場合には制約率は低くなるからいつもと同じ目標で行くのはちょっと違うよねっていうのがまず1つ目です。 でもう一個は1年前はすごく簡単だったのにっていう話もよく聞くんですけどもあの1年と言わず半年前でも社会の状況変わっちゃうんですよねだからもちろん半年前こうだったから同じ感じでやればきっとうまくいくみたいな感じでも全然構わないんですけれども、えーとね、変わっちゃってるとお客様の反応も変わっちゃってますあと募集する時期 によっっても動きが変わっちゃうのとあとその半年から1年の間に例えば自分がどれぐらい見込みのお客様アプローチできる見込みのお客様を増やしているかっていうここも制約率にそのまんま直結してくるので不確定要素が、ね、結構多いんですよ、うん、だからあの必ずしも数にこだわりすぎると本質を見失ってしまうので。 あの何人っていう目標は立ててもいいけどそもそも決まらないであろう人を最初から集めていたらゼロに近いかもねって思ってあ今回は私を知ってもらえる機会だけでよかったな LINE かメルマが登録しておいてもらえばいいかなっていうことで制約をゴリゴリに考えななくててもいいっていっうことなんですよねで今回あの悩みでご相談いただいた方は、まあ、こういうお話をさ,させていただいて。 まあ、あのちょっとね他のコンサルスさんと私言い方が違うのと考え方が違うので「うん、あの何人決めるんだ」って言って多分その考え方でいこうとすると決めるっていう数にこだわっちゃうから「どうしたらいいでしょう?」とかになるんだけれどもいやそもそもいい人しか入れなくていいんじゃないですかってなんなら人が集めてる場合ゼロかもしれないとかっていうことを言って理解してもらったらなんかすごく気が楽になりましたって言って。 何人来させなきゃいけないって思ってたっていう話をしてました。だから焦ってたって言ってましたね。で、私がじゃあ彼女に何でその話をそもそもしたのかっていうと、あのメールの文章とかって焦ってるとか、あの決めなきゃいけないっていう背負ってるものがあるとか、そういうなんかに、ね、危機迫るものをね、業間から感じちゃうんですよ。 でそういう文章を書いてる時ってオーラが出ちゃうんですねそういうオーラがでそういうオーラで説明会話すとどういうことになるかっていうとなんかめっちゃ高い商品売られそうどうしよう早く逃げたいみたいな <laughs> そういうお客さんの気持ちになっちゃうからオーラってね隠せないんですよだから、あのー、じ自分がまずオーラかに構えるっていうことですね数は決めてもいいんだけれども。 6行かなかったらどうしようじゃなくって今回の人だったら何人かなって言ってその場で見て人数が初めて分かるぐらいです人が集めてる集客のお客様の場合には。であどうやらなんか私のいつもの雰囲気の方いないなやってあげたい人いないなって言ったら自分の中ではゼロ認定です。ゼロ認定だけれどもお話をしている間に相手の気持ちが変わって顔色が変わって。 でなんかワクワクしてきちゃってなんかめっちゃ近寄られてるくるっていうのはありますよ私の中ではゼロ認定で今回申し込みないねみたいな感じで動いていてっていう時はあります。だかから無理やりり気分を上げたりと高揚させる必要もなくて 必要なのはその人にとって本当に必要なものなら必要であることを言えば欲しがるわけなのでだから必要であるのはどこのポイントなのかを皆さんは知らなくてはいけないし探らないといけないからそれを伝えなきゃいけないっていうそこだけなんですよねだから聞いてもらいたかったら相手のことの状態が分かる必要があってその人がもう絶対に話聞きたいって思うような 回答をしててああげるる必要があるっていうことになりますねだからテクニックの問題ではなくあのそ,その場で聞いていくっていう <laughs> あのその体制が必要になるっていうことなのでここのね勘違いすると数にこだわって6人個別面談来ましたパチパチパチみたいな話になっちゃうんですよ。私が評価するのは どういうタイプの方をどのように制約したかっていうプロセスと内容ですね人数じゃないんですよ基本だってその人数でクレームいっぱいだったらどうしますめちゃくちゃ大変ですよ、うん、だからそこの中身にこだわってほしいだから本当の制約率っていう風なテーマで今日はお伝えしましたはいということで、えー、とじゃあ本日のまとめに入りたいと思います 制約の呪縛から解放される本当の制約率の考え方、それは数ではなくその質に対してどういう目標値を設定するかということが本当の制約率に直結する内容になるということです。以上にになりますご参考にしてみてみくださいそれでは